カフェステラと死神の蝶。あの、すみませんでした。片付けの最中に抜け出してしまって。いえ、平気ですよ。片付けくらい私たちだけでもできますから。いいのいいの、全然いいの。そうだよね、大事な要件だよね。単純にどう目を合わせていいのかわからないんでしょ。なぜわからないんですか。そりゃそうでしょう。俺はカンナのことが好きだ。好きです。あなたのことが好きですよ。何でも何も。あれだけ大きな声で叫ばれちゃうね。聞き耳を立てなくても聞こえるよ。あ、むしろ聞かせたいのかと思ってた。あ、お祝いに特大のケーキでも作ってあげるよ。交際記念のチョコプレートもつけて。キスってどんな感じでした？どんな味でした？ねえねえ、いつから昴生君ってばカンナさんのこと好きだったの？細かく説明しなくていいですから、そういうの。何にせよおめでとう。そうですね、まずはおめでとうございますですよね。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。